けはろあなたへ笑顔の架け橋を、バーチャルアイドル架け橋エミルです。やっほー、昨日ぶりです。ペンテさん待機ありがとう。架けはるさおさん待機ありがとう。猫だぬきさんかけハロー、ささもかけハロー。ということで今日はですね、久しぶりに横型で歌枠やっていこうかなと思います。ゆっくりのんびりやっていこうかなって感じですけれども、まあ、タイトルにある通り今日は Tears of シリーズの歌を歌っていこうと思います。あとはいえね、最新作とかはちょっとやってないんで、わからないんですが、シリーズの最初の方のね、曲を何曲か歌っていきたいと思います。今日は1時間ぐらいかな。10曲はないので、何曲かな ?7曲ありますんでね、まあ、1時間ぐらいで終わるんじゃないかなと思います。Tears of シリーズの、本当に前半の主題歌を歌っていきたいと思います。あ、かもちさんもかけはるー、ハロハロー。ということで歌っていきますかね。今日はその本当に前半の歌ですが、今日歌う曲はその7曲なんですが、まあ今まで歌ってる曲もありつつ、1回も歌枠で歌ったことない曲もありつつ、ショートでは投稿したことあるけどフルコーラスでは歌ったことないかなという曲が、入っている感じになっておりますので、お楽しみに。みんなテイルズシリーズはやってきた人たちですか？僕は本当にテイルズシンフォニアのプレイステーションバージョンからやってますね。シンフォニア、デスティニー、デスティニー2、エターニア、シンフォニー、あれシンフォニア、あ、ファンタジア、ファンタジア、ファンタジアだ。シンフォニアはあれだいろいろ混ざっちゃった。知らない、あ、知らない。そう、結構長いシリーズのゲームですよ、テイルズオブなんとか、テイルズオブなんとかってやつはね、ナムコのゲームでRPG ですね。ちょろちょろやってる。いいね。でも僕はさ、本当にベスペリアまでがギリギリ触ったかなという感じで、ベスペリア以降はテイルズフェスタとか行って知ってるけど、ゲーム自体とかはほとんどやっていないというね。イノセンスあたりから、イノセンスだっけな、ちょっと名前が多すぎてちょっとわからないんですが大体前半の3分の1ぐらいやってる感じになっております。いやー、ぜひね、テイルズオブシリーズも全部制覇したいところ。リメイク版とかさ、なんかスピンオフ系のゲームも出てるんですよね。そういうのもやりたいな、いつかね。なかなか長いのでね、ボリュームがすごいんですよ。ストーリー知らなくても歌は知ってるやつあり、あ、確かに確かに、僕もそんな感じ。何曲かはね、本当はね、ゲームはやってないんだけど主題歌わかる曲とかも歌いたかったんですが、あいにくカラオケがなくて、歌えるんだけどカラオケがないけど歌えなかったという曲がね、5曲ぐらいありましたまあ今日はね、歌えるものを歌っていきたいと思いますよ。バ
バナナ湯さんかけはるということで、歌をそろそろ始めていこうかなと思います。できるだけシリーズの順番で歌っていこうかな。ちょっと覚えている範囲ですが、ちょっとまあリメイクとかはの順番はなしにして、よし、これでこうしていこう。よし、これで少々待ちなさいね。これで曲名を出すと。あ、ちょっとね、これネタバレしちゃうからこっちじゃなくてこっち。ちょっと真っ白だな。ちょっと待ってくださいよ。こういう準備遅くて事前に準備ができないタイプ。よいしょ。はい、じゃあここに曲名出して歌っていきたいと思います。よっこいしょ。では、あ、待って、ゆかりさん書きはる。じゃあ最初はこれだ。テイルズオブファンタジア、プレイステーションバージョンで主題歌が入りました。こちらの曲を歌っていきたいと思います。題名、夢は終わらない、こぼれ落ちる時の雫。お聴きくださいお聞きください。見つけて用心、どこへいても覚えてる、時を超えてキスキスキス、ここに目覚めの時降りる、見つけて友人、壊れかけた時に埋もれたその力に気づいて、見つけて友人、どこへ恐れない夜明けを、風に導かれる背中見つめながら、二度と会えないなら言うよ。見つけて用心、どんな
せないわ。願いを見つけてやり、時が来ても覚えてる。時を超えてキスキスキス。懐かしすぎて泣きそうになる。ゲームのストーリーを思い出してしまった。見つけてよ時、壊れかけた時に埋もれたその力に気づいて、見つけてよ時、どこへ Tales of Fantasia のプレイステーションバージョン主題歌、夢は終わらない、こぼれ落ちる時のしずくでした。いや、不意に歌ってる歌詞がね、エンディングを思い出してしまいました。エンディングを思い出して泣きそうになってしまった。Tales of Fantasia は1995年の12月15日に、発売された。最初はスーパーファミコンの RPG でね、その後プレイステーションが出て、その後ゲームボーイアドバンスで、リメイクされているという感じですね。ウィキペディアさんによると、そう、こうフルボイスのね、フルではないかな、ボイスが入っている RPG っていうのが結構ファンタジアがなんか僕の中ではこう最初に出会った曲で、ゲームでしたね。ゲームの中でこう声が流れる、歌が流れるっていうのがなんかこうテイルズが一番最初の印象です。曲が流れるとかね、歌が流れる、ワイルドアームズとかも結構ありましたけれども、テイルズ、ワイルドアームズはね、人間喋らない感じだったんですが、テイルズはね、中でもセリフ喋ったりとかすることが、ゲームの中では結構印象がでかかったです。1、2、3、5、3かけはる、初見です、素晴らしかったです、ありがとうございます。アパナナユさんかけはる、アサハさんかけはる。そう、一番最初は95年らしい。プレステは98年ですね。いや、懐かしいですね。ファンタジアはこうあれですね、過去や未来に行ったりして、どうにかこうラスボスを倒すために過去や未来や行ったり来たりしてストーリーを進めていくという感じなんでね、仲間も過去の人、未来の人っていうのがいて、なかなか今歌った夢は終わらないの2番の歌詞が結構エンディングに向けた歌詞っぽくて、泣きそうというか、半分泣いて歌えなかった途中。スーファミ最後期に出た時は売れなかったけど、 PS で爆発したファンタジア。あ、そうだよね。でもスーパーファミコンのイメージあんまりなかったから、
そうそうそう、ダオスをダオスっていうね、あれですねダオスっていうあのボスがいるんですけれども懐かしい。読み方ひふみのご、あ、そうなの分かんないけど、ラスボスにも正義があるという切ないシーズンね。そうそう、いや懐かしいですね。熱い熱い気持ちになりますね。じゃあ続いて、発売で言うとこちらの方が主題歌的には先でしたが、まあテイルズオブシリーズの最初といったらファンタジアと思いましたのでファンタジアを先に歌いましたが、続いてはテイルズオブデスティニー主題歌、こちらはフルコーラスの動画も投稿しておりますのでね、皆さん何度も聞いたことあると思います。歌枠でもよく歌っております。こちらの曲を続いて歌っていこうと思います。ディーン夢であるように歌っていこうと思います。ひふみの語、あ、そうなんだ、ありがとうありがとう。じゃあ次からはひふみさんでねお呼びしていこうと思います。こちらは Tales of Destiny の主題歌、歌っていきます。ではお聞きください。答えが見つからない、もどかしさでいつからか空回りしていた、違う誰かのところに行く君を責められるはずもない、なんとなく気づいていた君の迷い、夢であるように何度も願ったよ、うつむいたまま囁いた言葉、悲しく繰り返す激しい
失っても何かが生まれると信じて、きっと二人の出会いも遠い日の奇跡だったから、テイルズオブデスティニーの主題歌、夢であるようにでした。デスティニー、こちらは1900、こちらの方がね、あの PS 版、プレイステーション版は早くて1997年12月23日に発売されました。運命を解き放て、運命の RPG、 Tales of Destiny ですね。こちらね、今ねプラス4のキーでちょっと高めに歌わせていただきました。パチパチありがとう、お花もありがとうございます。エミルさんの歌うこの曲めっちゃ好き。あー、ありがとう。カイさんかけはろう。これはね、ソーディアンっていうあの剣の、剣があってですね。その、まあ、ちょっと難しい。このディスティニーのストーリーは難しい。まあディスティニーもね、過去とか未来とか関係ある話ではありますが、もうこれもさ、僕はやっぱりね、テイルズはもうリオン・マグナスに人生を狂わされた人間なので、リオン・マグナスのせいというか、おかげというか、あれでこういうね、インターネットというものに触れる機会が多くなりましたね。一生懸命ちょっと公式ではちょっと供給が足りず、悲しすぎてインターネットの検索をしたという、そこからね、あ、いろんな人がイラスト描いてるんだなというのから、なんかこう二次小説みたいな、二次創作文化というものを知って、まあそこから今に至るという形ですね。緑川さんのね、声のリオン・マグナス大好きでした。エンディングがね、悲しすぎます。はい。この頃なんて夢であるようにが分からなかったですが、これ大人になってからリオンの心情、あ、心情を表した曲なんですよね。ねそうそう、なんか主人公より、そう、歌ってて今思いましたね。ちょっと今日はね、なんか特にゲームのストーリーを思い浮かべながら歌っているんですけれども、なんかスタンの曲というよりはリオンの曲なのではという、ちょっと思いましたね。はい、1997年に発売されているそうです。いやいや、いいね。テイルズ・オブ・デスティニーはね、一応2が出ておりまして、デスティニーの世界から、まあ、何年後かの、15年とか20年後ぐらいの話なんですけれども、ちょっと今日もね、その主題歌を歌いたかったんですが、カラオケがどうしてもなくて歌えませんでした。倉木麻衣さんのね、 Key to my heart も歌いたかったんですが、歌えませんでした。なんで女に振られた曲やねんって当時は思ってたね。わかる、そう、なんかさ、ただ女に振られた曲かなってずっと思ってた。なんかでもね、いろんな意味合いがあっていいですよね。よし、
天野奇跡さん、こんにちは、はじめまして。かけはろー。かけはしえみるです。さあ、今日はテイルズオブシリーズの主題歌、ほぼ前半の主題歌、歌っている歌枠でございます。2曲いきました。夢は終わらないから夢であるようにというね。続いては、これだ。これも歌ってて泣いちゃいそうになる。テイルズの主題歌って、主題歌でありつつ、エンディング曲みたいな曲なので、もうどうしてもね、ちょ込み上げてくるものがありますね。こう、ゲームをやった身としては。では、続いては、ファンタジア、デスティニー。と、来ましたら、もう、テイルズ・オブ・シリーズの中で、ストーリーが一番好き。こちら、テイルズ・オブ・エターニアのフライング、歌っていきます。お聴きください。外れのビーチサイド、夜に隠れた君の横顔は何を見つめてるの。人は誰もがみんな何かを背負っている。だけどふとよぎる不安消せやしないよ。僕らは何一つ知ることない未来のために手に入れたり投げ出したりして、儚く誘う行方目指してファイング。夢見るように落ちてゆくの君優しさを抱いてる。ファイゴーだ、羽ばたきながら落ちてゆくの君のそばへ。何もない明日が来る時は君に出会えた奇跡、胸に抱いて眠らせて。信じるほど胸に傷を深くて、私以外のもの全て消し去りたいよ。気づいた時にはもうただ走り続けることに安らぎさえ感じていたなんて。イメージ明日を越えてゆけ。ファイフォーダー旅立つならば、朝も昼も夜もなくて、君の滅る輪廻果て、二度と帰らぬ川のほとりまで飛び出すの。なんて
足を力強く抱いて眠らせて、テルズオブエターニア主題歌でした。泣いちゃういや全部の曲泣いちゃうんだけどあ、泣きそうになって歌えないよ毎回毎回曲が、フライングガーネットクローのファイングでした。テルズオブエターニアはねプレイステーションから出てる RPG で、永遠と絆の RPG、 変われる強さ変わらぬ思いっていうね、キャッチコピーの RPG ゲームになっております。アルザン様かけハロー、あ、そう、イマーム様かけハロー、お花ありがとうございます。いや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 、エターニアはやっぱりキャラがもう大好きすぎて、ストーリーもすごい好き。いやいや本当にいいですよね。エターニアはね、こう2つの世界があって、まあとある村にね、なんかこう異国のなんかこう飛来物が落ちてくるというところから始まるという、いや大好き、全員好き。特に主要の4人が大好きですね。自分が子供の頃に買った2枚目の曲歌ってもらえてるしかった。ああ、いいですよね。ガーネット・クロウ。めっちゃ CD 聴いた、この曲。ちょっとね、今歌うとよりなんかちょっと悲しい気持ちになりますが。テルズ・オブ・エターニア、もうみんな好き、ほんとリッドも好きだし、ファラも好きだし、キールもメルディも好き。なんかね、ファラも結構好きで、ファラみたいな髪型にしたくて自分で切ったことある大変なことになったけどね。エンディング、そうエンディングもね、悲しいけどなんかね、いい感じの終わり方したよね。初めてプレイしたテイルズシリーズです。勧めてくれた友達には感謝。ああ、いいよね。いやマジエターニア最強なんで。いやもちろんね、他のテイルズも好きだけど、いやもうエターニアがダントツで、ストーリーとキャラが好きだから、もう全部好きって感じ。いや声優さんも好きというか、初めて声優さんというものを認識した、こう誰々のキャラの声みたいなというね認識しかなかったんですが、この時にね、なんか初めて、なんか親がなんか急に買ってきたんですよ、テイルズ・オブ・エターニアの設定資料集みたいな。エターニアが好きということがバレていたみたいで、設定資料集をなんかね買ってきましてその時に一番最後の欄にね、声優さんの項目があってですね、こんな顔してるのみたいなところの衝撃から、いや悪い意味じゃなくてね、なこの声の人がこんな人間なんだみたいな、というね、新しいなんかこう新しい感覚を芽生えたなんかわかんないけど、人間が喋ってるって思ってなかったんだよね多分。そう、その時に石田明さんとか皆口さんとかね、星総一郎さんとか知ったわけですよ。でその時に声優さんってすごい、僕もなりたいって なりましたね。もう最終的に
まあ、なんやかんやあって今ここにつながっているわけでございますけれどもいや、皆口さんの声やばいよね。本当に素敵なんですよ。最近はあんまりあのキャラに声当ててるみたいな感じはあんまり見かけないんですけれども、よくねナレーションとか、ナレーションとかね入っているけれども、最近聞かないな皆口さんの声。すごい好きなんだけど、最近だと、声優さんという仕事は、もともとそんなすごいものすごい多いっていう感じではなかったのかな。90年代にめちゃめちゃ、いやでも最強です本当に皆口さんの声っていうね、オタクにデスティニーからさらにオタクに拍車がかかったテルズ・オブ・エターニアでしたぜひやってほしいなと思います。あのプレイステーションだけど、確かねなんかでリメイクされてたと思うんだけど、PSP か、 PSP に移植されているらしいです。なんか移植されてる系もね、全部新しい機器でねできればいいんですけど、ぜひやってほしいなと思います。今ならね PSP とか安く買えますからぜひやってほしい。めっちゃおもろいからね、やりたい。ほんと僕もやりたいいいよね。はい、ということで Tales of Eternia でした。めっちゃやりたくなっちゃった。今日1時間ぐらいで終わると言いながら、なんだかんだ感想と思い出と解説を入れていたら、もう40分ぐらい経っておりました。まだあと3曲、じゃあ4曲、今日はね7曲用意しておりますので、よいしょ、あと4曲歌っていこうと思いますよ。歌っていない曲は、サオさんお疲れ。続いては Tales of、 いやここら辺からね順番がちょっと分かんなくなってくるんですが、ビルズ・オブ、次何だったっけ、ビルズ・オブ順番ファンタジア・デスティニー・ファンタジア・エターニア・ファンタジア・デスティニー2が来て、デスティニー2はね歌いたかったんですがなくて、シンフォニアですね。次はシンフォニア。シンフォニアはね、ゲームキューブと PS2 か3か、PS2 かの方で出ていますが、両方主題歌が違うということで、2曲歌っていきたいと思います。ねえ、そう、僕もめっちゃ歌いたかった。僕が初めて買った CD は、この Key to My Heart が入ったアルバム、倉木麻衣さんのアルバムだったんですが初めて購入したアルバムだったんでね、倉木麻衣さんも歌いたかったんですが、いつか自分でカラオケを用意して歌いたいなと思います。さあ続いてシンフォニア、 Day After Tomorrow、ボーカルは現みそのさんですね、の、スターリーヘブンズ歌っていきます。お聴きください。ちょっと待って、はい、お聴きください。
夜空をかける流れ星を今見つけられたら何は祈るだろう。旅立つ君と交わした約束、心の中にいつもある。隣で夢中に話す横顔は輝いていたよね。夢を追う君と見守る僕に同じ星の光が降り注ぐ。振り返らずに歩いてほしいと涙こらえて見送った。シンフォニアゲームボーイアドバンスの主題歌ですね。続いてはペルソナじゃない
プレイステーション2の移植バージョンの主題歌歌っていきたいと思います。ちょっとこちらをね、ちょっとあんまり考えすぎずに歌いたいと思います。ストーリーを思えば思うほど悲しい。最終的にはハッピーエンド、いやハッピーエンドなのかわかりませんけれども、いや本当に悲しいんですよ。ちょっと先に歌いましょう。続いては Day After Tomorrow、 そして僕にできること。あのね、君がもしも悲しんでいたなら一緒に泣いてあげるから、そして僕にできる何よりも大切な言葉は溢れてく。ちょっと待って、ちゃんと歌うこと、好きになると情けなくて惨めなとこ見えないね。君のことばかり考えてる。あのね、君がもしも悲しんでいたなら一緒に泣いてあげるから、あのね、君嬉しい顔したら微笑んであげたい。あのね、君がもしも道に迷ったなら一緒に悩んであげるね。そして僕にできる何よりも大切な言葉は愛してる。した時不安になる、心の中渦を巻いて、信じたくて苦しくなる、でも今ならわかるんだ。伝えたい想い探していた。だから君にいつも大きなぬくもりと優しさを全部あげたい。今の僕の手には誇れるものないけど、ずっとそばにいたい。だから君の胸に抱えた幸せをなくさないように願うね。そして僕にできる何よりも大切な言葉が溢れてく。君がもしも悲しんでいたなら一緒に泣いてあげるから、あのね、君がすごく嬉しい顔したら微笑んであげたい。あのね、君がもしも道に迷ったなら一緒に悩んであげるね。そして僕にできる何よりも大切な言葉は愛してる。はーい、フィールズオブシンフォニア、君と響き合う RPG ですね。あれ、キャッチコピーは何だったっけ。シンフォニアの、いや、テイルズオブシリーズはね、全部
キャッチコピーとなんとかの RPG あるんですけれども、シンフォニアはまた、あ、さっき言ってくれてたね、世界は救われる、彼女を失えば、はあ、はあ、悲しいストーリーの土地を思い出して、あ、悲しい悲しい。いや、やったことない人からしたら何の話やねんって感じですけれどもね。いや、これはもうこの彼女を失えばの部分をね、説明したらストーリーの、大事な部分の話になってしまいますから言えませんけれども、いや本当に、いや本当に主人公がもう明るく元気ないいやつなんだけど、取り巻く環境がなんか悲しすぎるんだよね、結構ね。いや本当に、そう、ミストね、あれミストがラスボスだったっけ。いや、あんま言うとあれですが、いや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 、テイルズ・オブ・シンフォニアはストーリーがなかなかね、重いんだけど、キャラは明るくてすごく、ちょっとストーリーのお話的にはちょっと鬱展開なんだけど、すごくね、明るくていいストーリーなんですよ本当に。シンフォニアは2003年にゲームキューブで発売されて、2004年にプレイステーション2で販売されたようです。シンフォニアは確かね、続きみたいなものが Wii で販売されてて、これはあんまやったことないんだけどね、ラタトスク、このシンフォニアの続きはあんまりやってないんですが、2023年2月にフル HD リマスター版テイルズ・オブ・シンフォニア・リマスターが Nintendo Switch、PS4、Xbox One 向けに発売されたということなんでね、全然歌えなかった僕の、そのぐらい、感極まるストーリーをぜひ、ぜひやってみてほしい。リマスターされているようなんで。ね、もう切ない。もうとにかく切ない。テイルズ系はね、テイルズは大体こうラスボスもやっぱり、まあ最近のもみんなそうですけども、なんかこう感情のあるラスボスというかね、 なんで悪になったのかっていうね、悪になった理由みたいなものがやっぱあってね、もうね、悲しい、それが結構悲しいんだよね、切なしいなんですよ。シンフォニアも好きだったな。一番好きだったのはキャラはね、ピンク色の髪の毛の、なんだ、名前が思い出せない、ピンク色の髪の毛のでっかい斧を持ったね、女の子でね、名前が忘れましたね、プレセアが好きでした。ゼロスも好きです。いや、また。いや、これもやりたいね。リマスター版出てるなら、ほんとやろうかな。さあ。ということで、Tears of Symphonia でした。2曲続けて、Starry Heavens と、そして僕にできること。ちょっとね、感極まりすぎて、ちゃんと歌えなかったのも申し訳ないんですけれどもね。続いてはゲーム的にはリバースなんですが、こちらはカラオケがなかった、歌いたかったんだけどね、これも CD 買ってあるぐらい好きなエブリリトルシングのグッドナイトなんですけど、これもなかった。続いてレジェンディア、レジェンディアもね、歌いたかったんですがなかったんですよ。
カラオケがコキアさんのね、曲ですね。あのめっちゃかっこいいんですよ、民謡で。確か。ただレジェンディアはね、やってないんだよね。レジェンディアはやってない。ファンタジア、デスティニー、エターニア、デスティニー2、シンフォニア、リバース。やってるんだけど、レジェンディアぐらいからやるやらないみたいなのが増えてきてね。ということで、レジェンディアの次。何のために生まれてきたのか。何のために生きているのか。キャッチコピーの Tales of Abyss。歌っていきたいと。思います。こちらの曲ちょっと低いのでね、キーを少し上げて歌わせていただきたいと思います。バンプオブチキンのカルマ、お聴きください。ガラス玉一つ落とされた、追いかけても一つ落っこちた、一つ分の日だまりに一つだけ残ってる。心臓が始まった時、嫌でも人は場所を取る、奪われないように守り続けてる。汚さずに保ってきた、手でも汚れて見えた。記憶を疑う前に記憶に疑われてる。必ず僕らは出会うだろう、同じ鼓動の音を目印にしてここにいるよ。いつだって呼んでるから、くたびれた理由が重なって揺れる時、生まれた意味を知る。存在が続く限り仕方ないから場所を取る、一つ分の日だまりに二つはちょっと入れない。ガラス玉一つ落とされた、落ちた時何か弾け出した。奪い取った場所で光を浴びた。数えた足跡など気づけば筋でしかない。知らなきゃいけないことはどうやら一とゼロの間。初めて僕らは出会うだろう、同じ姫の旗を目印にして忘れないで。いつだって呼んでるから、重ねた理由を二人で埋めるとき、約束が交わされる。鏡なんだ僕ら互いに、それぞれのカルマを映すための、汚れた手と手で触り合って形がわかる。ここにいるよ、確かに触れるよ、一人分のひだまりに僕らはいる。忘れないで、いつだって呼んでるから、同じガラス玉の内側の方から、そうさ必ず僕らは出会うだろう、沈めた理由に十字架を立てるとき、約束は果たされる。僕らは一つになる。Of the Abyss。 主題歌カルマでした。何のために生まれてきたのか、何のために生きているのか。いやいや、これもなかなか
最終的にねエンディングはなんかそれでいいのかってちょっと当時は思ったんですけれども、僕はね本当アビスは主人公が好きですね。途中で髪を切ったりするんですけれども、大体の人はね髪切った後の主人公が好きだと言いますか、僕は髪の毛長い方のね主人公も大好きですよ。ああいうね、自由奔放のねところも憧れますね。可愛い可愛いじゃないですか、ああいうのも。主人公は結構好きだけど、俺は悪くねえ。髪切ってからちょっと顔が変わりすぎ問題はありますけどね。アビスはティアの攻撃のあれかな。ちょっとあんまりねアビスもやってるんだけどね、あんまり思い出せないという生まれた意味を知る RPG、 2005年12月15日に発売、 PS2 ですね、発売されております。任天堂 3DS 版。テレビアニメもやってるんだね。かけハロー、浅熊さんかけハロー。ということで、次がラストですね。今日もね、もうすぐ時間が迫っておりますので、あんまりおしゃべりしちゃうとね、あれですけれども。ルークはめっちゃネタにされるけど、テイルズ主人公で一番成長してると思う。まあ確かにね。しょうがないよ、ルークは。あ、いかん。これはネタバレになるからまあ言えないわ。2周目やってみるとですね、長髪ルークも大変可愛らしく思えるという感じなんでね、ほんと。テイルズ・オブ・アビスもね。ちょっと、人によってはイライラするらしいです、最初の方。でも面白いのでぜひ最後までやってほしいなという感じですね。じゃあ続いて、ちょっと今日もね時間が迫っておりますので、そろそろラストの曲を歌って今日も終わりたいと思います。ではね7曲用意しました。続いてはどれだ、これだ。僕これさ、何の主題歌かちょっと分かってなかったわ。こっから先で、ね、あんまりテイルズシリーズのゲームやって おらず、これは続いた、テイルズオブ、あ、順番間違えた、僕順番間違えてますね。これレジェンディアの曲でしたか。間違えました。イノセンスか。イノセンスの曲がコキアさんの曲か。いや、レジェンディアの曲がちょっと順番間違えましたが、こちらの曲を歌って今日は終わりたいと思います。信じる思いを力に変えて、ちょっとゲームはプレイしたことありませんが、Do As Infinity のタを歌って終わりたいと思います。では最後の曲お聴きください。話し終わり、目の前には二つの道、辛く長い旅の途中、重たい荷物二つに分ける。それなら右を取れ、信じてるままに僕らは左へと行く。今遥か
さらば友よ忘れはしない出会えたこと誇りに思う僕の代わりの希望の杖が光の先導くだろう涙は乾くもの祈り続けるよ遥かなこの空の下オブレジェンディアのタオでした。ちょっと順番を間違えてしまいましたが、テイルズ・オブ・レジェンディア2005年に発売されている PS2 のね、絆が伝説を紡ぎ出す RPG。 じゃあこちら僕やったことはないんですけれどもね、とにかくシスコンの主人公だということだけは知っているという。明日のナージャを書いた方がね、初めてテイルズオブシリーズで、デザインをされたやつですね。もうとにかくシスコンだということだけ知ってます。いや本当にこうやってね、歌ってみるとね、いろいろ初めて知ることもあったり、改めてもう 何年前の話、何年前にプレイしたゲームのことを思い出したりして、なんかドキドキワクワクしました。だいたい半分ぐらいちょっと泣きそうになって、ちょっと歌えない部分が多くありましたけれども、そうそう、確か明日のナージャのイラストを描いている方が、いや、だったはず、いや、違かったらすみません。中澤和人さん。あ、不思議の海のナディア、作画監督。いや、これ違うか。これ違うとこ見たか。キャラクターデザイン。キャラクターデザインと、いや確かそうだったはず。へえ、そうなんだって当時思った、いや当時思ったことだから、ちょっとあの定かではございません。いいよ、あ、やっぱ、あ、やっぱ
あ、そうそう、合ってる合ってる合ってる。明日のナージャのキャラクターデザイン作画監督の中澤和人さんが、デザインしたキャラクターがレジェンディアのキャラクターですね。そう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 、そうですそうです。といって明日のナージャも2003年なんですね。まあ今更か、今更だったということで、今日はファンタジア、デスティニー、エターニア、デスティニー2、シンフォニア、デスティニー2は歌ってない、ファンタジア、デスティニー、エターニア、シンフォニア2曲、レジェンディア、アビスの主題歌を歌わせていただきました。じゃあ改めてね、ご紹介させていただきます。今日歌った曲は、夢は終わらない、こぼれ落ちる時の雫、テイルズ・オブ・ファンタジア、テイルズ・オブ・デスティニーの夢であるように、テイルズ・オブ・エターニアのフライング、テイルズ・オブ・シンフォニアのスターリー・ヘブンズと、そして僕にできること、テイルズ・オブ・アビスの、ザ・アビスのカルマ、テイルズ・オブ・レジェンディアのタオでした。はい、7曲歌わせていただきました。この後ね、あのイノセンスの曲も歌いたかったんですよね。ベスペディアの歌も歌いたかったんですが、ちょっとカラオケがありませんでした。この後ハーツ、グレイセス、エクシリア、エクシリア2、ゼスティリア、ベルセリア、アライズ、ゼスティリアのね曲も歌いたかったんですが、ちょっとカラオケがありませんでした。そうそう、鐘を鳴らしてとかね。はい、またちょっとカラオケをね用意して、歌えなかった曲もね歌って、テイルズシリーズフルコンプをねいつかしたいと思います。まあ、とはいえね、こう真ん中ぐらいまでしかゲームプレイしていないので、このアビス以降のゲーム、まあ、レジェンディア含めちょっとちょこちょこゲームもやっていこうと思います。今日初めて、知った方もね、いろいろリメイクとかリマスターとか出てるもの結構ありますから、ぜひ検索してみていただけると嬉しいなと思います。テイルズがただ好きなオタクです、回し者ではございません。ということでね、あ、今日終わります。あの桜もちおさんとね、ナイトもち、あれ同じ人わかんないけど、柿原もちもちもちコンビ今来たけれどもね、あの今日はこれで終わりになってしまいます。ということでね、この後、タイムスタンプも押して説明欄にね記載いたしますので、よかったらアーカイブも見ていただけると終わります。ということで今日はこれで終わりです。また明日もね、何も問題なければ、17時15分頃から歌枠をやっていきたいと思います。明日はまた好き勝手歌う感じの歌枠になると思いますので、リクエストなどありましたらこのコメントでもいいですしね、その時に言っていただいても構いませんので、よかったらまた来ていただけると嬉しいなと思います。今日の感想とかもね、チャットいただいておりますが、よかったらコメントとしても残してもいていただけるとより嬉しいなと思います。ということで、今日のね歌枠がいいなと思ったら高評価ボタン押していただいて、初めていらっしゃってる方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。ということで今日はこれで終わりたいと思います。またね明日お会いいたしましょう。またテイルズもゲームしたいし、歌も歌っていきたいと思います。中高堂でまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。またまたお会いしましょう。バイ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